そう、あの女も死んでしまったわけね。母親の愛は複雑なもの。同情するわ。前立てをしてあげたのに邪魔が入って肝心なものを刈り取れなかったのは残念だこと。その顔、飽きた。古いおもちゃで遊んでても張り合いがなくてつまらないわね。そろそろ新人メイドも調教したいわ。二宮を明日呼びなさい。そのままに。